本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。年に一度しかない誕生日やクリスマス、日頃の感謝を込めてケーキでお祝いがしたい。それは家族の一員でもある。ワンちゃんも同様。お祝いしてあげたいけど。この動画では乳糖ゼロの安心安全な本格無添加手作り発酵ケーキを紹介します。現在12歳の愛犬ナビーに日頃の感謝の気持ちを込めて、こちらハッピーピクミートプレゼントをしています。ぜひあなたもワンちゃんへのお祝いの参考に。開封の儀、このケーキ、ハッピープチミートは、生後6ヶ月以上の子犬から高齢犬におすすめできるご飯ケーキです。サイズは直径5センチ、高さは7センチ。お届け期間は、注文から土日、祝日を含めず、翌営業日後の発送。消費期限は、解凍後、冷蔵庫では2日。バル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 。ズバリ、犬がケーキを食べれない理由について。突然ですが、乳糖ラクトースはご存知でしょうか？この乳糖ラクトースは乳製品に含まれており、犬や猫は消化が難しい成分の一つです。もしこれを食べてしまった場合、成分が体内に蓄積され、お腹を壊したり下痢や腹痛の原因になる危ない成分です。人間が食べるケーキには基本的に多くは乳製品が使われております。見栄えの良いクリーム、この乳製品に含まれる犬には苦手な不得意な成分がたっぷり入っており、これが基本的に食べさせてはいけない理由です。安心して食べられるケーキを紹介。そんなわけで、乳糖ラクトースを使わないケーキであればワンちゃんも食べれるというわけです。今回紹介する腹と尻尾製作のケーキですが、生乳 100% のヨーグルトを使ったヨーグルトクリームの発酵ケーキです。ヨーグルトを使う最大で唯一の理由は、ワンちゃんが消化できない乳糖ラクトースを生成過程で分解できるため、ケーキとして作ることができました。ちなみにヨーグルトには生きた乳酸菌と酵素がたっぷりと含まれており、愛犬の腸内環境を整えてくれるという働きを持っています。他の材料について、生乳 100% のヨーグルトでデコレーションされたケーキ、その他の材料を見ていきますと、臭みが少なく美味しい国産ブランドの鶏、桜姫の新鮮ささみを贅沢に使用。他に鶏レバー、人参、さつまいもをテリーヌのように仕上げることにより、見た目がケーキそのもの。あと他の材料はこちら。というわけで、少し誕生日は早いですが、お祝いをしていきたいと思います。12歳の誕生日、健康で長生きしてほしい。誕生日おめでとう。待てよ、待てよ、待て、待てよ。うまいなぎ。すごい食べ方してる。外部評価について、このケーキ、ヨーグルトをクリーム状にするにあたり、丁寧に長時間かけているため、美味しく滑らかで緻密なクリーム状に仕上げられております。すべて注文を受けてからプロのパティシエが手作りで制作しています。色素も自然食材を使用。派手な鮮やかさはありませんが、自然な落ち着いた色合い。そんなわけで、大手インターネットプロバイダーのビッグロブが運営するベスト美味しいでは堂々の第1位を受賞。ギフト商品の販売で全国最大級のギフトモールより、ギフタイゼーションアワード2022年下期でベストストーリー賞を受賞。しっかりと評価されております。
オプショントッピングについて、このハッピープチミートは購入時にオプションをつけて注文することができます。一つ目、ボーンクッキーによるメッセージの追加。愛犬の名前や誕生日、短いメッセージであればお好きなメッセージを追加することができます。こちらは無料のサービスです。よし、続きまして、二つ目、ケーキの上に乗せるワンちゃんのサツマイモで作ったうちの子オプション。12種の犬種の中から選んで追加することができます。三つ目、誕生日の年齢数字クッキー。こちらは愛犬の年齢の数を選んで追加することができます。ケーキに刺してキャンドルの代わりの形として差し込むことができます。よし。よし。よし。ハッピープチミートいかがだったでしょうか。新鮮な生乳、 100% のヨーグルトでデコレーション、6ヶ月以上のワンちゃんに安心してプレゼントができるご飯ケーキを紹介させていただきました。愛犬の健康を考え、安心できる無添加材料のみでプロのパティシエが手作り、その高いクオリティのため見た目や映え、こちらもとても満足ができる仕上がりのケーキです。ちなみにこちら小型犬用なんですが、もう少し大きいものも販売をしておりますので、ぜひ興味がある方はそちらもご覧ください。また近日クリスマスケーキの早期予約の受付が始まります。ラクトースフリー、安心安全な健康ケーキは同じで、それのクリスマスバージョンとなります。とてもおすすめです。ぜひ花と尻尾、ハッピープチミート、家族の一員のワンちゃんをお祝いしてみてはいかがでしょうか。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。健康で長生きしてほしいです。お祝いしてあげたいけど、ワンちゃんも同様、ハッピープチピ。愛犬の腸内環境、ナビ、あいやいや、パチ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 、おお、すごい、立ってる立ってる。今これあげるからね。ふがしかなこれは。Because I want to see your face with a smile。商品名、ふふふのふ。では開けていきます。ふふふのふ。待てよ。よし。よし、遅い、待て、あ、よし、ごちそうさまでした。